してないと思うと、白ポン、初ポンでチュンまで出る可能性もありますからね。渋川さん、はい、1個しか持ってないチュンが、ええ、三山、こういう時ありますよ、本当に本当にあります、こういう時。あとはね、もちもちになっちゃうとまずいですよね。そうですね。初は今のところ多いに1枚だけ。あー、これはチーだ。初かな、リャンソーかな、単4にからそうなんで、リャンソーリャンワン切って、初の重なり、あー、出た、ポン、単4もよしってことですね。うわー、これチュン2山、白、あ、チュン3山、白2山、第3弦の種全部残ってます、全部です。大変だ、ここで出るのか。ここで出たら、石橋選手はめちゃくちゃ傷つい、 16,000 親かぶりしたらもう、いやー、それはやってない。でもこれチートイツいいチャンスになりましたよ。ペイは絶好1枚切れで、2ピン残すと3ピン引いたりした時にピンの方についけるんで、はい、ええ、打点志向ならパー1ですが、ここは2ピンですか。はい、もうシンプルにドラ表示牌に1枚出てるってことなんですか。そうですね。あ、中すり引ってる、本当だ、中すり引ってる、これが強力ですよ。これは要は石橋の親を終わらせたい、はい、魚谷の思惑、これが強力です。チュン流れた、チュン流れちゃった。まあ、もう堀選手からしたら、まあいいよいいよと。ダメです、僕的には。いや、これもう一個切りますね、多分ローソも切るんじゃないかな、まだローンでなさそうですもん。あ、ここはでも慎重に、万が一のローン嫌だよと。おい、まあ、日吉さん的にはすごく嫌でしょうけど、堀さん的にはいいよいいよと、感知層投げた方が上がりやすいんじゃないというね。ていうか、あとは石橋ですよ、これいい3点になりました、あのメンツテの、メンツテも。いや、これもう時間ないですね。あ、ごめんなさい、メンツテもいい3点ですね。いい3点ですね、はい、はい、いやー、急走待ったから大谷選手泣かせられないかな、どうだろう。打って自分の持ち点減らせないですもんね。うん、ただもう一個泣きたい、泣かせない、ローピン C ですね。6球ピンに、ね、狙いを定めますか、それとも単野への移行も考えるか。6球ピンに定めるんじゃないですかね。ってことはサブローピンでないで、何のポンを狙っていこうと、はい、そうですね。赤嘘も先に切るかもな、赤嘘。いやー、これどうなる、この嘘。いやー、石橋にアンピン痛い、急がないと。いや、でも宇谷選手がアシストやめたんで、はい、ちょっと時間はありますね、時は止まってますね、はい、ただもちろんみんな自力で手が進む、やめてますね、うん、3ピンドラ、これいかないか、大井選手も1000点でも流しに来る局面なんで。なるほどなるほど、石橋の親番ってことか、そっかそっかそっか、高いがテーマになってないんですね。別に高いとは限らないですよ、流すがテーマなので、たまたま高いケースはあると、はい、これ先に、ただ3ピンくっついたら一応堀選手テンパイできるんですよね、役あるんですよね、はい、8ポンしてますから、ヤンピン3紛れ、うん、石橋選手リーチが来ること考えたらチューンを持っておきたいんで、はい、まあ、弱気で3ピン切るか強気でチューン切るかみたいな感じですかね。うん、3ピン切りはちょっと弱気な方になるのかな。大井選手には3ピンそんな危ないとは見えてないと思います。ってこと、あ、ここが数層、おお、あ、これ泣かせにいってるまであるな、数層で打ち込むならいいやみたいな。やばい、いろいろ入りましたからね、泣きがね。はい、もうこれは言いません。そうそうそう、でもね、小さそうね。いや、大谷選手がうますぎましたね、本当に。第3弦潰しですね、これ。第3弦、間接的な。からしたら別に潰さなくてよかったけど、はい、あ、大井選手、これ、万が一第3弦打ったら、これ、とんでもないことになるなって思ってますね。おお。あ、来た来た。これで2面に変わった。うん、ナンはどこ行ったんですか。ナン山々ですね。あ、多いともちもちか。あ、本当だ、はい、山々じゃなかった。あ、嘘ついた。なんだなんだ、テンパイ、テンパイだ。シーソーは今筋になって、多いが赤嘘切ってますね、うん、取って闇点は関連ピンの役なし3枚切れ、はい、まあ瞬間芸に近いか。そうですね。いや、これ石橋チャンス出てる、出てますね、出てる。なんだこれ、シャンポンリーした多い選手、これナン取り取ったしなるでしょう。あ、本当だ。ローソ怖いけど、もう目をつぶって切るしかないですね。いやー、これ石橋あるよ。怖いけど、めちゃくちゃ怖いけど、チートイツのイーシャンテンでもある以上ローソは止めれないと思いますが、
でもめちゃくちゃ怖すぎるからローマンですか一回じゃあ一回ローマン切ってローソーくっつけてキューピンキューとか、はい、ただチートイツイシャンテンやるんですよ目の前にうわーローマンだここは我慢振ったら終わりとそうですねあ両面になった やっちゃった振り手もなしいやこれリャンウーピンめちゃくちゃありますわウーピンが2はあるでもリャンピンが1しかないのかそうですね三山石橋はウーピンなら止めれる、うんこれはポンしてるから、はい、いやまだみんなちょっともたもたしてるので石橋いやでもリャンウーピン入ってるのは大きいんじゃないですか先輩がなんだこれすいませんお願いしましたいいピン、はい、石橋リーチまでなぜハクションパ行くポンしないしないもうしない、 しないもう平和で涼しい顔して見送りました、はい、堀慎吾お親の現物2枚できたなっていう感じですねはいよしよしこれでなんとかもうこの曲報じはないだろうとおいおい自分で弾いちゃったこれチュン短期が小三弦ですよまあ点数じゃないですけどねチュンはやっぱ通りそうに見える、はい、ただチュン短期はかなり上がれそうなんで、はい、もうとにかく3ピンの危険度ですよね切るまでありますかじゃあ3ピンありますね大井選手のシャンポンが怖いんでしょうけど3ピン短期じゃちょっと上がりはなさそう、うんまあ、多いですね今仮にシャンポンで8000打ったとして切っていくいこれは突然来たなともう引けないこれもですねチューンはどうするやめるかどうですあの押しリャンウソにはしなそうですねリャンウソ3枚切れここはそのままはいこれチーなの石橋選手泣かない飲み込んだチーの言葉を飲み込んだスッチーは今5枚目でしたねよくこらえましたね5枚目のスッチーなんですよはぁ次のスッチーは泣こうみたいな感じですかね今かなりいいまで時間使いましたねそうですねいやスッチーはみんなホリとウオタニが天敗ホリのチュンが山に1枚ウオタニのリャンウーピンも3枚チュンだあこれどうすんのいや言った1万2000だぞ1万2000はいいやちょっと首をひねりましたね失礼しました小三元本一1万2000点を谷の宝珠上がりは堀慎吾なんと持ち点が7万点を超えているいやちょっと今いやでも正直。